あ、ツイッチさん、こんにちはどうも格闘ゲーマーの黒人と申しますよろしくお願いします本日から、えー、ツイッチで配信の、えー、活動の場をやっていくつもりでございます。もう俺のその日暮らしの金を稼がなきゃいけないんだから、俺は。バンバン行くからな。頼むぞみんな。 頑張るよ。これからもう、んこちゃんとも、ね、シャカキンとも、ギアちゃんとも、ね、絡めるわけですよ。もう、ソ足さんもそう。悠々た、繁盛、鬼屋。全員と絡める絡めますよ。ああ、もう加藤純一軍団、もう、そんな、そう、そうざらしたるでな。あいつらのすね、全員舐めたるで。 脱毛するぐらい舐めたるでな。待っとけよ、おめえら。そうこびでいくぞ、そうこび寄生虫 <laughs> 寄生虫国でいくからな。ああ。あそうだよ、お前。コス介ってお前、コス介枠は、は何言ってんの孔介のお前、別名知らねえの格闘ゲーマーでの。格闘ゲーマー勢での、ス介の呼び出しな。偽国だからな、あいつ。偽国って呼ばれてんだ俺が偽コスになるから、偽コス。 コスケ。ニスケコスケになるからね。ニセコス。差別発言気をつけて。そうだよな。そうだよな。マジで気をつけて。<laughs> じゃあ俺まあ別に、大丈夫だ。俺そんなしないじゃん。差別発言。差別発言。する俺してるかしないよな。俺さ、それ,それ聞きたいんだよ。俺自分のアトピーどうなのそれやばい自分のアトピー。それどうな自分のアトピーはダメなのそれいける 自虐もやめてたべ。自虐もダメなの。そこら辺はちょっとさ、ちょっとライン引いていこうぜ。な。あの、魚住がさ、あの、スラムダンクでさ、ね。あの、ファール4もらってからさ、そっからこう、ね。そっから行ったじゃん。そっからこのライン引きライン引きしていこうぜ。こっから。どれぐらいいいのか。<laughs> あと、VC。ボイシーだよね。ボイシーはまずいよね。だから、ボイシーは基本切った方がいいね一人用だと切った方がいい。危ないよね。基本切った方がいいよね。本当に。 だそれくんバンクだったんでしょ俺マジでこ,これしかねえから俺職業。俺これはこれなくなったら俺死ぬからね。生きていけないから俺74まで。74歳まで俺,俺ローンがあ家のローン。74歳までかん俺関西しなきゃいけないから74までね。74までそういうゲームじゃねえやるのね。だから俺ボイシーでバンサーたら終わりだからね。本当にそれだけ気をつけるわ。で本当に本当に肌がやばいときカメラもじゃあ消すわ。俺の肌が顔の肌が仕上がりすぎたときさすがにカメラ消すわ。 まずいっつって。ちゃんとやってるくから、そこら辺は。ここにフォローした。ありがとうありがとうサブスクもみんなありがとうね。あ、そう、プライムでサブスクする人はね、あの、ただですから。うん。プライムでサブスクする人はあ、アマゾンプライム入ってない人っていないじゃん。入ってない人は、ひ一人だけ、その配信者にあのサブスクできることできます。ね。それ。無料で。で、それとは別に、それ入っちゃってると、他に入っちゃってるって。 いや、他の人入ってるから俺入ってないんだよねって。そういう人は、月額550円かそれを払えば、もう今後一切タダで、その1ヶ月間は今後一切タダでサブスクできるから。600円。そう。600円払えば、全部無料。その後。全部無料で、その1ヶ月はサブスクできるから。ね。それも、そういうのもあります。500円とか600円とか払えば、全部タダ。そっからは。 <laughs> 今後一切一 ?1 ヶ月ね。1ヶ月限定で。うん。そういうのもあるからね。そういうのも使っていいよ。<laughs> そうだね。あとなんかやんなきゃいけないとこある俺さ、後から来たじゃん。最近はもう、最近っていうかさ、まあ、一応昔からやってたけど、ツイッチ。あの、なんか、その、これはやっといた方がいいよみたいなのあるじゃん。新しい、その、ツイッチに来たわけだから。モデレーターとか、あ、そういうのだね。もうそういうのもいるだよね。なんかさ、なんか俺聞いたの YouTube でコメントがやばすぎて、そのコメントを配信でこうやって、ざざ、あの、 これ流しちゃうじゃん。流しちゃうと、そのコメントで、番になるみたいなのを聞いたんだけど、あれ何オニアがなってた。それやばくないそれ、きつすぎるじゃん。スパム取り締まれよ。いや、別に俺は、うんこちゃんの放送ほどは、あの、規制してか、うんじゃあ、うんこちゃんの放送ほどは許さない。あの、連投は基本禁止。連投以外は何やってもいい。ってなってたんだけど、連投以外いいんだけど、ちょ、これまずいんじゃないのこれ、大丈夫 こうういいいのまずんじゃなちょっとやめて、ほんとに、ちょっとやめて、ほんとやめて、怖いから、ほんとやめて、ほんとやめて、本当にちょっとやめて本当とやめて怖いから本当とやめて本当とやめて本当にちょっとちょこわい、ちょっとやめて、ちょほんと、本当とやめて、ほんとやめて、怖い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 から、ちょまじ怖い、怖いから、本当とやめて、マジで、そういうのやめて、怖い、そういうの、そういうのはセーフ、いけんのちょまじ、マジ怖いから、ほんにやめて、マジで、俺、ちょまじ怖いから、ほんとにやめて、マジで、俺、ちょまじ怖いかんとマジで、俺、七十四だと、十四まで俺金払わなきゃいんだから。 ちょっと頼むぞ。やめろ、やめー OK, OK、OK。<laughs> ここビビリになったら、いやだってお前、これしかねえんだぞ、職業。俺。俺、本当にこれしかないからね。知ってる知ってるないよね。俺、これしかないんだよね。これしかないから、これなかったら終わりだからな、俺。まずいから。俺には、これしか、ないから。<laughs> また、うんこちゃんの前で、うんこちゃん。 そういうゲームじゃねえからこれってどっかで入れてくんないかな俺にはこれしかないから今ここしかないから本当にここしかない普通の仕事じゃ普通の仕事もした方がいいんだろうな多分だってさ半條くんもさ普通の仕事し始めたじゃん実際なんかあれでしょカードのなんかでしょよくわかんないけどいやそういうことやってた方がいいんだろうね多分ね 普通の仕事ってやった方がいい。だってさ、もう今更できる俺が。朝起きてさ、みんなみたいにさ、朝9時に起きてさ、9時に起きたら間に合わんわ。7時に起きてさ、ね、朝7時に起きて、ね、一緒に作して、9時前に会社着き、一生懸命仕事して、で5時で帰れる人もいる。でも帰れない人は9時とかね、7時とか残業して、やっと終わって、で、頑張る人。もうしんどいっしょ。 それが普通じゃん。その普通ができないから格闘ゲーマーなんですよ。だからクズって言ってるじゃないですか、僕。最初から格闘ゲーマー全員クズって。そういうのができないから僕はゲーセンに逃げてたタイプなんですよ。今さあそれやってできるわけない。しかも仕事ができませんよ。これ普通の言葉使かないんだから。テンパった瞬間に俺あれですよ。テンパった瞬間に全部ここを出るんですよ。ちょ、何言ってるかマジわかりませんって言って。俺、年下の上司からめっちゃ怒られるだけじゃん。できないです。<laughs> 名古屋王者、OJ 入り いや、多分ないでしょさっきなんか書いてあったら。で。名古屋 OJ というプロチームで名古屋を応援したり活性化してくれるプレイヤーストリーマーを募集します。スポ、スポンサー企業はおやつカンパニーが代表です。国民さん、ここが分岐点ですよ。お、いいじゃん。お全然いいよ。うん。全然いいよ。その代わり、I am free ですよ。国イズフリーですからね。フリーじゃなかったらやんないからね。フリーで、なおかつ <laughs>、じゃあ俺実はその名古屋 OJ のそのオーナーの人と俺知り合いだから、会ったこともあるんだ。 厳しそう <laughs> 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 正直言って厳しそう。ああ知り合い知り合い。ちゃんとしてる人。ちゃんとしてる人だから。ん、多分俺はきついんじゃないか。ああうん、来て、大丈夫だったらいい全然もう全然ありがたいですけど。厳しいんじゃないか。